はい、皆さんこんにちは、エイヨです。前回の動画でお話したパフォーマンスを上げるための T になる、皆さん覚えていますか？ T はトレーニング、 N は栄養、 R はリカバリーでしたね。トレーニング、栄養は分かるけど、リカバリーってそんな重要なの？侮ってはいけません。この3つのバランスが重要なんです。本日は皆さんがどうしたらいいかあまり分かっていないであろうリカバリーの重要性、そしてリカバリーの要素についてお話していきたいと思います。そもそもリカバリーとは、体にかかった負荷を回復することを言います。体の負荷が一定以上いった場合、怪我をしたり集中力低下したりなどパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。しかしながら、この体の負荷を測ることは難しく、どのくらい体が溜まっているのか分かりにくいのが厄介です。つまりはコントロールすることは非常に難しいです。そのため、その日受けた負荷はその日のうちに解消することが重要です。トレーナーに見てもらって、マッサージをすることで、疲労具合を確認することができたり、手術で疲労を手っ取り早く取ることができますが、コツがかかったり移動時間がかかってしまったりのデメリットもあります。そのため自分自身である程度の知識を持っていくと良いと思います。次に、リカバリーにはどのような要素があるかについてお話していきます。重要な要素が5つあります。1つ目、セルフケアまたは治療。2つ目、水分補給、3つ目、栄養補給、4つ目睡眠、そして5つ目がアイシングとなっております。それではそれぞれの詳細について、そして今すぐでも取り組めるポイントについてお話していきたいと思います。1つ目はセルフケア。セルフケアはここ4、5年で一気に進んだ分野です。セルフケアとは文字通り自分自身で体をケアすることです。ストレッチ、トリガーポイント、またはマッサージガンなど、リカバリーポンプなど、さまざまな器具、そして方法というのが開発されてきました。器具の使い方やり方などは、覚えるのは難しいのですが、一度覚えてしまえば、一時の手術が自宅でできるというすごい大きなメリットがあります。時間がない、方法がわからないという方は、ぜひトリガーポイントをまず覚えることをお勧めいたします。当チャンネルでもトリガーポイントの種類や使い方について説明してますので、そちらの方もご覧いただけたら嬉しいです。2つ目は水分補給。温度や湿度で変動はありますが、1日に必要な水分量というのは2リットルか4リットルというふうに言われています。汗をいつもよりかくのであれば、それ以上が必要になります。そして水分補給で重要なのが、脱水症状、熱中症の予防の意味合いが強いです。詳しくは熱中症対策動画を見てほしいのですが、重要なのは尿の色です。決して脱水症状にならないように、水分補給、電解質の量を意識して取ることをお勧めします。3つ目は栄養補給。 TNR の N の栄養もあるのに、リカバリーで栄養もあるのと疑問に思った方もいるでしょう。 TNR の栄養については、体を作るための栄養です。ここで語る栄養補給は、体の回復という違いがあります。タンパク質の摂取は筋肉を作るためには重要です。体の回復を考えると、体重1キロに対して糖質 0.9g、 そしてタンパク質が 0.4g、 トレーニングの30分以内を取ることが最低条件となっております。ハードなトレーニングの際には糖質を入れることで回復を高める効果があります。4つ目は睡眠。実は睡眠が一番の回復なんです。これまでの話何だったの？これまで紹介してきた睡眠以外のリカバリーは、睡眠時で回復をしやすくするためのものです。睡眠時間8時間、これは誰しもが聞いたことがあるでしょう。しかしよく誤解されるのですが、睡眠時間8時間はベッドに寝る時間ではありません。実際に睡眠している時間のことを指します。寝つきが悪い時など、睡眠時間8時間のはずなのに極端に短くなり、4時間しか睡眠時間取れてないことがあります。睡眠時間をしっかり把握するためには、オーラリングのようなものがあります。オーラリングは疲労度を数値化することができるデバイスです。ぜひ詳しく知りたい方は、こちらの動画をご視聴ください。そういったデバイスがない場合、アスリートはベッドに寝る時間を10時間確保することを一つ目安として取っておいてください。最後の5つ目はアイシングです。アイシングについては意見が分かれるところです。炎症を抑えることができるという意見もあれば、回復を邪魔になるという意見もあります。怪我した場合のアイシングについては、こちらの動画をご視聴してみてください。こと回復についてはアイスバスが非常におすすめです。水温が12度か16度以内の温度で15分入ることで回復を早める効果があるというふうに言われております。目的は体内の深部温度を下げることが目的になります。特に夏の時期やハードなトレーニング的にはおすすめです。
体内温度をいち早く正常に戻しましょう。まあ交代浴なら15分ずつ交代して入ることでより回復を早めることができるというふうに言われています。そして次にアイシングと同等な効果があるというふうに言われているのがアクティブリカバリーです。いわゆる LSD ランとゆっくり走る動きですね。それを30分から1時間行うことで体が回復するというふうに言われています。これはですね、ゆっくり走ることによって体内に溜まっている、疲労物質、あとは心拍数を高めることで体を回復を早めてくれるというふうに言われております。アイスバスと同等な効果で血流改善をして元の血流、もしくはさらに良くするというふうな目的になっています。しかしこれらは間違いで捉えられることが多いです。アクティブリカバリーには心拍数が非常に重要です。最大心拍数の 68% 以下でゆっくり動くことによって疲労物質が流れていきます。ただ多くの方、多くの部活動を見ていると心拍数が 70% 以上で走ってしまい、リカバリーの範疇を超えてトレーニングになってしまって負荷が体に溜まってしまうことがよくあります。アクティブリカバリー、LSD ランなどを検討している方は持久力が非常に高い状態でないとできないということを頭の中に入れてほしいと思います。いかがでしょうか。リカバリーについてざっとお話してきました。現在はハードなトレーニングが当たり前となっており、アスリートは今まで以上な結果を求められることがあります。怪我をすることでアスリートは多くの時間を犠牲にしてしまいます。怪我のリスクを下げて質の高いトレーニングを行っていきましょう。そのためにもリカバリーの質を高めることが非常に重要です。リカバリーの重要性が分かったという人はぜひ高評価お願いします。リカバリーに関する質問や相談などありましたらコメント欄にてお願いいたします。それではまた次回の動画お楽しみに。チャオ。